あっつ、しかもこれ何も引いてないから8点、これ強いの来るよ、あのパターンは。ほら、はい、では抽選です。抽選参加人数がだいたい420人くらいらしいです。30番以内がいい。おはようございます。いくぜ、いきますよ、せーの。うわ、最悪だ。はい、ようやく入場です。本日は埼玉県埼玉市にございますガーデン北戸田店にて私のお礼打ち、多分ね、選んでる状況ではないと思う。もう後ろもめちゃめちゃいるから、まあ、A タイプじゃない台を取って、とりあえず、それで行こう。おはようございます。一気にゴッと行こう。凱旋で飽きないないって何事だよ、マジで。 B0 も空いてない、やばいぞ、マジで、なんもないよ。いや、もう、ファンキーザクラでいいや。俺たちとは、俺流のうちっぷりをアピールすることで、故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。はい、では朝一ファンキージャグラーしんがりって感じでね、ケツからスタートの今日一番勝つ、今日はワラスのジャグラーから始まる立ち回り講座やっていきたいと思います。はい、まあ、このご時世、まあ、どんどん6号機に変わっていくこのご時世、どんな機種でも面白い動画を作らんといかんと、そういう時代がやってきたわけですよ。まあ、ライターバブルってのがあって、正直どんなやつでもいい、小汚ねえおっさんでも頭悪いガキでも、まあ、俺か、 YouTube にパチスロ動画上げればある程度の視聴者数字がついた。だからこれからは違う、もうこれからはね、6号機っていうね、辛い時代がやってきて、いかにこういう A タイプジャグラーで面白い動画を作るかっていうのがね、指標になってくる。で、一応末尾2番のファンキージャグラーにしました。めっちゃハマるやん、なんかもう全体的にハマるもんな。きたー、セクシー。こいつはね、ここに来ないのがセクシー。239回転、悪霊退散。化けの由来はビッグがレギュラーに化けるっていう由来なんですよ。まあ、1万円以内に当たってくれたんでよかったです。これがね、ジャグレーのきっかけになればと思います。おそらく100ゲーム以内ペカる確率 53.7%。 ほら、プレミアカモン。はぁ、もうふざけんなよ。13ゲーム、まあ、開店から2時間までは開かないかな、それなりの台は。長期的に打ったら設定1のジャグラー負けちゃうんですよ。ただ2時間っていう短期的勝負だったら全然設定1も6も勝率変わらないんで、そこでいかに勝つか。ゴーゴージャグラー占いだね。ああ、ミスった。3枚焼けよそ見ペカビッグでやったぜ。281ゲーム、14本。
た早い2周ゲーム。はい、よっしゃ、これだよ。ジャグラーはこれで早めのピックが来ればまくり。そんなこと起きるわけないよ。あ、どうもありがとうございます。おおありがとうございます。はい、頑張るんでこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。やりました、ありがたいおじさまだ。いきます。単独でしたね。サキペカは単独しかないのかな。いきます。リプ2連レギュラー回、次も早めでお願いします。ジャグレーンを極めし者、ジャグレン太郎。よし、今ねすげえねペカルって思ったから少しピッて止めたんだよね。ビッグでお願いします。よし、まくり。おーっとペカりました。ね、先ペカは手にいないのかな。51回転、ネギラー回、空き台がないか見に行ってきます。はい、いや見て回ったけど全然空き台がない。ジャグラーに 1,2 台空きがあるくらいで全然空き台ないんで、もう少しこのジャグラー回したいと思います。ダメだ、今日3連休なんだよね。成人の日かな。僕がね成人式の時はね新成人限定の設定6抽選があってすげー打つか悩んだんだけど我慢して成人式行きました。まあ、この判断はね今思うと間違ってなかった。うん、だからその機種がリングにかけるとかそういう台だったら成人式行かなかったかもしれない。確かねすげー中途半端な引き割りも 110% くらいしかない中途半端な台でなおかつ6枚交換だった気がするから、だから行かなかった。なんで今さら行ってよかったかっていうと10年前か成人式以降会ってない人がたくさんいるから行っといた方がいいね。どんなにムカつきやつでもどんなに可愛いやつでもどんなにブスなやつでもどんなにかっこいいやつでもその日しか会えない人がたくさんいるわ。任せてください、もう退屈なんで。待ってます。お、え、ありがとうございます。いきます。悪霊退散、バケやんけ。はい、もうクソ目落ちちゃったね。やりました、313ゲーム、やっとビッグだ。ジャグレンっちゅうのは気づいた時にはもう始まってんだよ。いくぜ、無呼吸ジャグレンだ。死んじまう、光る前に死んじまう。よっしゃ、はい、よし、ビッグ64回転。動画に不向きかと思って今までやってこなかったんだけど、煉獄っていう技があって、この今56ね、1300回転、もう合算123分の1で56、ビッグ5のバケ6、1353回転。
先ペカ、後ペカ、プレミア、名前入り関係なくフルウェイトでぶん回す。これが煉獄。こいつはハマることさえ許されない。いきます。レギュラー1回引けました。この台やめようと思います。ダイド、お疲れでした。はい、といったわけで移動してきた台がセイントセイヤで、さっきのジャグラーは1万4000円投資の回収763枚なんで、一応63枚プラスになってます。はい、では打っていきたいと思います。おーっと、500のゾーン当たってくれました。534回転当時がね、合わせて25本。てか大移動できたんだ、失敗した。さあ何パーなんだろう。夢に何でもありってところ見せてみる。アイザック、おー60パーやれるよ。よし、チャンス目か。ダメなのかい。めっちゃ弱。黄色。まあ最悪 GB 天井いければいいかなと。スルー天井いければなと思ったけど、今4スルー。結構遠いな。赤チャンス。緑当たった。896回転投資が44,000円、不吉。負けられねえ。今日5回目の GB 大勢よ。追加じゃ無理。 60% やる。OK OK、 よしよし、1ラウンド突破。いくぞ、あと 60%2 本。もうソレントは厳しい。せーの、もうよし。攻撃ワンチャン、避けろよせいや。立て、あダメだ。はちゃめちゃじゃん。そうだよね、本戦場中の強ジェリー当たってました。34回転。おかしい、おかしいと。緑の 70%。 うわもういいよ。あー溜まった、意味ねえ。 70% 意味ねえ。マジクソほど舐めてんだけど、ありえんだろ。1ゲームで腹痛漏れて天井行くかよ、マジで。舐めすぎだろ。68,000円。
6時7分この台初めてのセイントラッシュだ。頼むぞせいや、かけがえのない時間返せ、マジで行くぞ。でもこの MB は正直ナイス、行きます。1回転分得してます。ロック、おまけの10、こっからだ。300じゃなきゃまくれない。おい、しゃあ、これ来たわ。よくやった一騎。もう一回だ。よしよしよし。終わるなよ。まあでも250、ナイス。やる。まくる。68,000円。いいよ。はいはいはい。熱い熱いぞ。よしよしよし、激熱来いよ。熱、しかもこれ何も引いてないから8点。これ強いの来るよ、あのパターンは。ほら来た来た来た、3桁はいった。来たわ、マジでか。シュラ、で え、マジで？エクスカリバー、そうだよね、でかいよね。まあ3桁はいくはずだから、こっから来た来た来た。50じゃないの、プキプーンもあるかな。ほら来た、やべえ、覚醒した。いけるか、しら、耐えろ。あー食らった、頼む。あードレミファ行きたい。あーマジか。でもまあ250、素晴らしい。熱い、やばい、追加だ。レインボーだね、レインボーだね。赤か、千枚。まあ言ってみれば不屈台出たのに天井まで行ってしまった。2万円分だよ今の千枚は。こっからだよ問題は。やります。うわ惜しい、まいっ、やめます、この時間からは打てない。店内状況、これが六角が出てたせいやかな、こっちだっけな、アンコウが出てました。でこんな感じでせいやは別積みがされてまして、この台もセイントラッシュ6回、この台は8回入ってます。これ141回もついてから、まあ確定が出る間もなかった感じかな。このせいやも6回セイントラッシュ入ってます。でその隣は4回なんですけど4、5の確定が出てます。で加藤の反逆3箱で、この方の窓数が別積みで設定5っぽいらしいです。おめでとうございます。こちらの凱旋が別積みがっつりされてまして、40回当たりがついてます。ゴッドは1回ですね、一撃ではないような感じ。広角機動隊
が別積みされてますね。いい感じ。このカードのリゼロ18回ゼロカナッシュ、まだね7時半なんで、まあ、間違いなく設定6とは思います。ギルクラ別積み、反対側の乙女、最後参戦が並びで出てますね、ロードオブバーミリオン、5箱使われてます。その隣のディスカップもいい感じで2箱使われてます。悪魔城ドラキュラも勝ち盛り2箱で、目立って出てるのが番長3、すごいね、これもめちゃめちゃ出てます。95回当たりついてるんで、あ、万枚も見える位置。その隣も別組、すごい。その2個隣も別組、てか番長3がマジすごいな。別組と3箱で並びで2箱で、サラリーマン番長もいい感じ、別ゼミこんだけあってさらに3箱出てます。で1個飛ばしてこの台も別ゼミされてます。今日番長が強かったね。はい、お疲れ様です。セブンズ TV メンバー人間体感キワロスです。今日はね、この室岡くんパーカー、そしてこのいい時の自分キャップを販売するという宣伝ではありません。単純にエンディングを取り忘れました。今世の中がね、いろいろと、まあ、何がとは言わないけど、この業界も影響を受けておりまして、とりあえずセブンズ TV は4月いっぱいの収録は全てキャンセルという形を取らせてもらいました。で、5月以降も状況がどう変わってるかわからないんで、状況に応じて撮影はしないという形になるとは思います。まあ、これはもうしょうがないことなんで、なのでセブンズ TV は実践動画は今あるストックをどんどん潰していくっていうような感じにはなります。ただ相当数収録してるんで、しばらくは大丈夫かなとは思っております。はい、まあ、今回の動画もね、内容的にどうかなっていう実践でもあるんですけど、個人的には好きな動画なんで、はい、まあ楽しんでいただけたら幸いです。ただね、僕もゆとりも芝生も収録ではないんで、かなり暇になったんで、生放送ツイキャスだったりとか、あとサブチャンネル、これがねかなり動いてくると思うんで、まあ、視聴者の方からすると収録できないのは少し寂しいけど、動画生放送バンバン上がってくるんで退屈はしないかなとは思います。まあ、僕が一番やばいよね、収録できないんで、もう何者でもない YouTuber でもなくなったかな。だからまあ生放送バンバン力入れてくんで、ぜひお時間あれば見ていただければと思います。といったわけでね、今回の動画ワロス、ジャグラめちゃめちゃ良かった、聖夜も良かった、でも負けたねって思っていただけた方はチャンネル登録とグッド、そしてツイッターフォローお願いいたします。僕のツイッターフォローすれば動画情報もわかるしね、ツイキャスも見れちゃうんで、ぜひフォローしてください、よろしく。それではお疲れ様でした。バイバイ。